みくちゃん、まくちゃん、遊びに行こうよ。いやだ、パパと遊びたくない。このテレビ面白い。そうだね。みくちゃん、まくちゃん、お風呂の時間よ。はーい、今入るね。お風呂は気持ちいい。ほんと、幼稚園でいっぱい遊んだ後のお風呂は最高に気持ちいい。あれ、みくちゃんとまくちゃんは今お風呂入ったわよ。そっかー。じゃあ久しぶりにみくちゃんとまくちゃんとお風呂でも入ろっかな。みくちゃんとまくちゃんとお風呂入るの本当に久しぶりだからな。みくちゃん、まくちゃん、パパもお風呂入っていいか。やあ、なんでパパも入ってんの。パパ、早く出て行って。そんなこと言わずにさ、ほら、早く一緒に入ろうよ。3人で入るお風呂は気持ちいいな。もう、だからパパ、早く出て行ってよ。そうだよ、まきちゃんの言う通り。いいじゃん、いいじゃん、そんなこと言うなよ。久しぶりにみくちゃん、まくちゃんとお風呂入ったの楽しかったな。ママ、急にパパがお風呂に入ってきてびっくりしたよ。パパに出て行ってって言ったのに出て行ってくれなくて嫌だったよ。それは嫌だったわね。もうみくちゃんもまきちゃんも大きくなったもんね。男の人がお風呂に入ってくるなんて嫌だよね。おーい、みくちゃん、まくちゃん、遊びに行こうよ。いやだ、パパと遊びたくない。なんでだよ。宿題あるしパパと遊ぶの嫌だ。幼稚園に宿題があるわけないだろう。宿題があってもなくてもパパと遊ぶの嫌だ。なんでそんなに冷たいんだよ。もういいよ。最近みくちゃんとまきちゃんが冷たいんだ。なんでだろう。そりゃそうよ。パパ、この前みくちゃんとまきちゃんが嫌がってるのに無理やりお風呂入ったでしょ。パパ、そんなことしたの。みくちゃんとまきちゃんが冷たくするのも無理ないよ。そうなの。少し前までは喜んで一緒にお風呂入ってくれてたのに。2人とも成長してるってことよ。2人には私からパパを許してって話しておくから、今度2人をカフェに連れてって甘いケーキでも食べさせてあげて。わかったよ。ねえみくちゃん、まきちゃん、パパも悪気があってお風呂に入ったわけじゃないから許してあげてくれる？ママが言うなら許してあげる。あたしも許してあげる。今度パパがケーキごちそうしてくれるって言ってたわよ。ほんと？やったー。みくちゃん、まきちゃん、この前はごめんね。もういいよ。あたしも許してあげる。でもこのケーキは本当に美味しいね。本当女の子は甘いものにすぐつられるな。もうパパ、そういう一言がダメなのよ。今日の動画はここまでだよ。後まで見てくれてありがとう。じゃあなぞなぞいくよ。3つは3つでも誰にも教えられない3つはなーに？わかるかな？なぞなぞの答えはコメント欄に書いてね。チャンネル登録、グッドボタンよろしくね。